まあ、バク転についてね。ちなみに海田くんはどういった話をされてました？ちょっと俺いろいろ別のことやってて、彼の振り返りまだね見れてないんですけど。いつから練習してたの？結構かな。まあぼちぼちかな。多くは語りませんでしたけど、まあちょっとね、多くはあんまり、うん、そう語らない。俺も多くは語らない精神ですかな。あんま、なんだろうな、かっこよさってさ、なんていうのかな、俺かっこいい、頑張ってますよって、かっこいいでしょっていうのは、それはね、真のかっこよさじゃないと思うんですよ、うん、だから僕も本当に多くは語らない。同じこと言ってる。そうよ、バク転よ、あれはね、できるもんなんだと思いましたね。マジで練習とかさ、そんなかっこいい男は語らんよ。そんなん語らんよ。まあ僕は語りません。これに関しては。かっこいい大人は語らん。わかんない。メンバーも語らないかもしれないし、まあちょっと語るかもしれないし。まあただ、ガチでやってますんで。はい。うん、ガチで頑張ったとだけ言わせていただきます。はい、練習の過程とかはちょっと語るのやめとくわ、ダサいから。だから自分がバク転できてびっくりしました。本当にガチだし、ガチでできて本当に嬉しかったですとだけ言っときます。ふわっちなんか余裕ある感じだったよ。いやー、でもギリギリかな、ギリギリかな。でも個人的に結構なんか自信は割となかったかな、うん、自信は。いやでもなんかやっててよかったというか、やれてよかったなと思いますね。なんか本当になんていうのかな、カナカナとかマジでダンスめっちゃかっこよくて、うわすげえなと思って、うん、ほんまに練習してるんやなって見てて思ったし、ズハとかもステージングめっちゃかっこよくなってて、そうやっぱそこにね、負けないようにやっぱ頑張りたいなっていう思いがあったから、まあ、俺らなりの飛び道具を準備しててよかったなっていうのがありますね、はい、ジャンプ高くて笑った、あ、なんかあったみたいですね。ありますよ、それも。これのことかな、ちなみに。これのこと言ってるかい、ジャンプの件に関しては。これもまあ決定的瞬間だったのかなって思いますね、はい。まあ、強いて言うなら、僕は二次フェスが控えてるので、またそこに向けて頑張りたいなと思います。はい、まあ、ほんとロフマオのみんなね頑張ってて、なんか結果残せたというか、なんかここに向けて頑張ってきてたから、まあ、頑張った姿をみんなに見せれて嬉しかったし、ロフマオやってきたんだなって思いましたね。1年スパチャレと、いや、ズハもカナカのめっちゃ良かったからな、うん、なんか昔とかは結構そのなんかステージングがすごいみたいな、なんか刺激なったってカナカナとかね言ってくれて、いやもう全然そんなことないよって話ねしてたと思うんですけど、ダンスの理由を何度か話したけど、僕さ活動がもう3年目なんですよ。さすがにポテポテ歩いてるだけの振りじゃ良くないのよ。僕も変わんなきゃ、もっとパフォーマンスできるようになんなきゃっていう意識もあるのよ、やっぱ絶対。まあそのダンスとか歌とかそういう向上心を大きく動かしてくれたのって、鏡さんの 3D とか、ふわくんのなんだっけ、3周年フェスかとかをさ見ててさ、あれってもちろんこうリスナーさんもうわーすげえかっけーってなったと思うんだけど、やっぱ見てる側、同じ演者としてもやっぱね、かっけえすげえってなるのよ。僕はこうはなれんなって思ってたけど、そう思われる人にはなりたいなって思った。本当に刺激を受けてかなりなんかね良くなってたから、やっぱライバルですね、やっぱズハカナカナたちも、見てて楽しかったし、やっぱ演出とかもできることっていろんなことあるんだなみたいなも思ったし、スパチャレと、そう、だから自分のライブでもやっぱそういうのをね活かせるようにとか思いましたね。まあ、俺らも負けてられないと、はい、歌しかり
パフォーマンスしっかり高めてあってね、まあ、また一緒にねライブする機会あったらいいなと思いますね。はい、まあでも二次フェスでもあれや、俺ソロやけどクロノアステージやからちょっと2対1や、ちょっときついなそれさすがに。俺もなんかちょっとあれ小物2対1やからさすがにちょっと小物用意しよう。俺もなんか間に合うかな今から、なんか俺も小物欲しいわーっつって、スパチャイト、うん、俺何しよう、俺あの岩でいっかな、無人島のズハーの椅子に座ってやったから俺は無人島のあの 岩に座りながら歌うわそれ、うん、ちょっとそれ申請しときます。岩やったらいけるやろ多分ワンちゃん確かに4対1してんのに4対1してるくせに1対2でフリーもろすぎなそれな。イブラヒムの直前インタビュー見た、あーちょこちょこ見てた、なんかのんでり発動してたみたいなんだっけ聞いたけどかなかなファンにマウント取ってた、そうなん、それは勝たれへんわな、それはペンライト一つでよくないおもろいな、言えへんもんな、もう思ったこともうそのまま出てるもんな言葉。あ、スパありがとう。大体でも何本ぐらい、まあ、人によって違うからスパありがとう。でも結構昨今あれでしょ、ウルバリンみたいな感じなんでしょう、うん、たくさんその指に挟んでみんなの寄せ書きのやつを落書きやんって言ってたのはヒヤヒヤした俺やったら言われへんな、うん、俺やったら言われへんけど、もう本当に感想を言ってるだけだから、なんかシンプルな目に入った情報をポンって言って、なんかまあねえパッと見たら多分そう見えるかもしれないですね、たくさんみんなガーって書いてますから。でも一個一個やっぱみんなの思いがね詰まってるという観点であれなんですけど、まずそれもでも本当素直ゆえのあれなんで僕は全然好きですね、彼の良さですね。いいね、そうなんや。じゃあ逆にズバズバ言ってくれる観点では現地リポートとかいいんじゃない、面白いんじゃない、また見てみたいね、うん。